第576条、売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買い主がその買い受けた権利の全部もしくは一部を取得することができず、または失う恐れがあるときは、買い主はその危険の程度に応じて代金の全部または一部の支払いを拒むことができる。ただし、売り主が相当の担保を供したときは、この限りでない。時計の売買をしたとします。買い主は売り主から代金の支払いを請求されたとします。この場に権利を主張する第三者が現れました。例えば、二重譲渡の買い主とか、盗難の被害者だとしましょう。こうなると、買い主は時計が手に入らないかもしれません。なので、代金の支払いを拒否することができます。ただし、売り主が相当の担保を提供すると、代金の支払いを拒むことはできません。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。